じゃあ今回はいよいよ当初からの目標だったレストランの経営を始めましょう。ただちょっとその前にね、毛玉くんが買う予定のレストランをまた改めてリフォームしておいたので、勝手にねそれを紹介させてほしいんだよね。でまず店の外観は結局こうなったね。全面ガラス窓、結局ここに落ち着くんだよね。なぜか昔からゲームボーイとかもさ、中の基板が見えるスケルトンなタイプを好んで使う子供だったので、中が見えるってのがなぜかね刺さるんですよね。でも前回と違うのはこっからだから、なんと今回はガラス窓の量2倍、縦に積んでやりましたよ。これは日当たり完璧すぎるでしょう。おしゃれだわ。やっぱこう店を作るにあたってね、こう遠くから見ても目立つ建物であるっていうのが大事だと思ったんですよ。その目立つっていうのもそうだし、毛玉くんのお店はもうレストランという枠を超えてこの街のシンボルになってほしいという、そこまで思ってるので、そういう思いを込めて屋根には立派な樹木を植えております。植えてやりましたよ。このペラペラな屋根のどこに根っこ張ってんのかわかんないけど立派に育ってほしいね、この樹木にも。もう地震とか来たら一発で壊れるんだろうな、この建物。中に柱とかないからね、ガラスだけで支えてるからね、この樹木。でね、店の中はね、まあ店の中はほぼほぼデフォルトのまんまの席の配置なんだけど、あ、もう早速弾いてんな。オーナーの毛玉くん自ら歌を披露できるようにキーボード弾いて置いてるんですよ。相変わらず指一本で弾いてるけど、まだ毛玉くんの店じゃねえのに好き放題やってんな。素敵な音楽を提供してお客様に楽しんでいただこうと。さらにね、もう知らないおっさんの像とかも配置して雰囲気作りもバッチリよ。全然誰なのかわかんないけど、この人なんか悪そうな顔してんな。で、あと内装で変えた点はね、最初はこの辺りにねトイレがあったんですよ。前回そうだったと思うけど、ただより多くのお客様に楽しんでいただくために泣く泣くトイレを潰して席を増やしたんだよね。でもそれじゃあトイレに行きたくなった時に困るじゃないかと、お思いのあなたこの店のテーマはね、見ての通り開放感なので、開放感抜群のトイレを店の外にしっかり用意してありますよ。ちゃんと茂みで隠してるから恥ずかしくないしね。こんな気持ちいいトイレあるか。こう床も芝生にしといたしね、店の周りは。でさらにね、まあお気づきだったとは思いますけど、店の入り口には2体のガーディアンを配置して、もう安全面もバッチリですよ。この2体が守ってくれるわけですよ。でね、この店ねドアがないんですよ。実は入り口もこのスカスカの入り口だし、こうキッチンの裏口とかも同じやつで、トイレに続いてるこっちの入り口も出入り口もそうなんですよ。やっぱりお客様との壁を作らないというね、そういうテーマも掲げてるので、もう出入りは自由ですよ。ただここまで出入りが自由だと安全面が不安なお客様もいらっしゃるかと思うので、店の中にもガーディアンを配置してるんですよね。ほらこちらのお客様囲まれてるでしょ。ここ VIP 席ですよ。2体のガーディアンに挟まれてる。これゴスケの人たちだな、懐かしい。という店になりました。よし、
満足したわちゃんと紹介できて。店買うぞ毛玉くん、レストランを購入する。これを押して、この町のこのレストランを、うわ高え、65,000シモリオンで買う。ギリギリじゃん。今66,000しかねえぞほぼもんなしになるな。これ経営こけたらもう大事だぞ。それなりに印税とか入ってきてるとはいえ。でこれを購入。あ、家具付きと家具付きじゃないって選べんのかな。家具なしだったら安くなる代わりに、あ、安くなってる。うん、まあ自分でまた改めていろいろ揃えなきゃいけないんだね。まあせっかくお金貯めたので家具付きで買いましょう。残りの資金1,420円マジか。まあこっからさらに儲けてやりましょう。今日からここは毛玉くんの店だ。こっからは俺も本当にもちろんやったことないし手探りだからね、不安でしょうがないわ。ん？店に資金を移動する。おいおいおい、資金ほとんどねえぞ。え？そっか、店に資金を移動するそんなのが必要なんだ。でもちょっとご飯食べたりするのにも地味にお金必要だったりするしな。24シムオリオンだけ残して手元にマジでもんなしになっちゃった。でどうすりゃいいんだ。レストランを購入しました。次はどうしましょう。レストランの経営は簡単な仕事ではありません。新規開店したレストランの約 59.5% が1年を待たずに閉店するとのデータがあるほどです。へえ。まあリスクの高いことだよな、店出すってすごいよな。それでも正しい経営、熟達した従業員、魅力的なメニュー、そして多少の汗と涙を流す覚悟があれば成功への道も見えてきます。レッスンってのがあるのか、受けた方がいいかな。ああ、そう、こういうやつか、ダインアウトってやつかな。へえ。ちょっと見てみようか、本当に初めてだし。一通り、レストランは、お客さんはレストランが営業中で空席があれば入店します。来店するお客さんの数はレストランの評価、時間帯、広告などによって変化します。広告とか出せるんだ。最初のうちは広告出さないと、なかなかお客さんつかないかな。なるほどね。レストランを持った場合、レストランの資金が世帯の資金とは別に管理されます。そう、早速やらされたね。レストランの資金は店ごとに管理され、それぞれの店の経費支払いに使用されます。自分が経営しているレストランに移動すると、画面右下のビジネス経営パネルに店の資金が表示され、画面左下の世帯の資金と同時に確認することができます。だから店が儲かって店の資金ってのが増えてきたら、それを毛玉くんにさっきみたいにちょっと移動させて、ちゃんと毛玉くん本人に還元することもできるんだよね、多分。そうじゃなきゃ困るぜ。今もんなしだから。なるほど。レストランを運営することで得点ポイントを獲得できます。なんかさっきもそういう話見たな。なんか経営するのに有利なスキルみたいなのを取れたりすんのかな。あ、っていうか一つの項目ごとにこうやってページがあったんだね。1ページ目しか俺読んでなかったね。アホだったわ。これ全部読むのは時間食っちゃうな。あ、でもこういう評価あるんだ。レストランに来たお客さんは店内にいる間頭上に評価が表示されます。怖え。そっか、これで食べログの評価が決まってくるわけね。星の数、満足したお客さんが多ければ口コミで評価が広がって、食べログとかで食べログを見てお客さんがさらに来てくれるっていうことになるわけだ。
料理の品質、料理の価値、もてなしのレベル、料理を提供するまでの時間、レストランの雰囲気、そしてオーナーからの直接の接客は、すべてのお客さんの評価に影響を及ぼします。あ、結構難しいな。たくさんのお客さんを満足させることが必要だと。ちょっともう、あれ、始めてみよう。始めてみないとピンとこないことも多いな。お、評価1じゃん。まあ、オープン前だからしょうがないのかな。で、レストランの設定？ああ、なるほど。運営設定、上乗せ幅。なるほどね。これ 100% にすると利益なしってことなのかな？一番下が 100% だね。まあ、デフォルトの 125% でやってみるか。値上げするとしたらもっと評価が上がってからだよね、多分。広告宣伝。お金ねえんだよ！広告打っちゃって大丈夫かな？資金ないのに。シルバープラン。ちょっとだけ広告打ってみよう、一応。で、レストランのメニューを編集。ああ、そういうこともできる。お、これ結構大変だな。まあ別にデフォルトのままでもいいのかな。追加するっていうのも。ああ、できるんだね。けだまくん、バーテンダーのスキルも高いから、なんか難しそうなやつ。教えてあげなよ、従業員に。ちょっと待って、今どんな感じ？あ、そんなにおしゃれな飲み物はないんだね。そっか、前もお客さんとして来た時に、なんか見たな、このメニュー。もう水、オレンジジュース、ウーロン茶にコーヒー、そういうのが基本なんだ。ちょっとおしゃれなやつも少しぐらい置いてやりたいな。あ、これにしよう。キューピッドジュース。これなんか前作ってたよな。誰かが。ケダマくんが作ったんだっけ。鬼ヶ原の家行った時に。もう和傘みたいなのついてんのかわいいな。あと火の海。あ、でも難易度とかあるんだ。ごめん、よく見てなかった。難易度高いのは、なんか、てかこれ従業員って雇うんだよね。多分シェフとかも。毛玉くんが自ら料理するわけじゃなくて。難易度高いの大丈夫かな？乗せちゃおう。乗せちゃったわ。徐々に上げてった方が良かったかな。なるほどね。ああ、料理とかもな。これちょっとこだわってると結構時間かかりそうだね。この辺も軽くだけ。うわ、難易度5のやついきなり乗せない方がいいような気がしてきた。難易度せめて2か、2とか3とかの。門から追加してった方が良さそうだよね。デフォルトのメニューがほとんど難易度1なんだな、多分。ラーメン、追加。これはまた改めて時間かけてやった方がいいかもしれない。まあ、一旦様子見よう。ほぼデフォルトの状態で。で、従業員の設定、雇うんだよね、多分。シェフの制服、ああ。え、自分で作れんの？シェフの制服。マジ？え、マジ？制服自分で決められるんだ。こんな初期アバターから始まんの？ある程度出来上がってるんじゃないんだ。え、でもさ、従業員全員水着みたいなこともできるわけだよね。海の家みたいな。それもちょっと面白いな。毛玉くんと同じ服着せてやろうかな。従業員、同じ服っていうか、あれなんか、あれ下着だよな、多分。あったわ。これの、こっちのバージョンね。毛玉くんの私服。こっちパジャマだから。そういう使い分けしてんの気づいてた。こっちが私服で、こっちがパジャマ。シェフはみんな毛玉くんと同じ服を着ろ。強制的にヒゲも生やさせらんないか、さすがに。帽子っていろいろあんだろ。ああ、こういうコスプレグッズってここにあったんだ。嫌だな、店の制服これなの。趣向って言ってんの。なるほどね。まあとりあえず毛玉くんと同じ服の制服だけ作ったけど、ちょっとね、こういうのもね、さっき紹介した店のリフォームの結果とかもそうだけど、こういうのは実況撮ってない時に時間かけてやらないとなんかね、うまいことできなかったりするので、
この辺ちょっと改めて変えよう。で、お客さんのドレスコード。あ、お客さんにも水着強制するとかできんの？面白え。客減るだろうな。とりあえず普段着でいいか。経営が軌道に乗って調子に乗ってきたら変えよう。で、オープンってしちゃっていいの？従業員を管理っていうマークがあるな。はい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 。これ必要でしょ。なるほどね。雇うことのできるシェフ、動物いるじゃん。え、これ大丈夫？え、さすがに着ぐるみだよね。本当に動物なわけじゃなくて。着ぐるみ。ああ、なるほどね。料理スキルとバーテンダースキルが表示されてんね。ドリンクを作るスキル。やっぱ料理スキル高い方がもちろんいいんだろうけど。でもなんか働いていくうちに上がったり多分するよね。成長するよね。このな、時給。やっぱり能力が低い未経験の人は時給が安いわけだ。この時給の差って後々響いてくるかな。一から育てようかな、この動物。こいつが気に入ったっていうのが大きいんだけど。はい。チャンドランダー氏を雇いますか。正気の沙汰じゃないな。履歴書にこの写真貼ってきてるやつ雇うのって。採用。で、あ、従業員をさらに雇うには特典が必要なんだ。アンロックする必要があるんだ。え、シェフ一人しか雇えないの？最初は大丈夫かな。未経験のシェフ一人。なんか新しいの出てる。ヘルナンデスが大好き。こんなやつ候補に出すんじゃないよ。履歴書にダース・ベイダーのコスプレした写真を送ってきてんの。ウェイターも必要なんだね。またいる。あー、じゃあお前な。お前雇います。大丈夫かな、このコスプレ軍団で。ホスト、ウェイターとホストって違うのか。とりあえず雇ってみよう。あー、さすがにもうコスプレいないか。あー、でもちょっとこれポイント高いな。毛玉力高いよ。毛玉くん的には毛玉力の高い従業員雇いたいよね。この人は経験者だな。ちょっとスキルあるもんね。あ、なんか歌のスキル？これ、あ、歌じゃない。おしゃべりのスキルってことかな？このマイクのアイコン。このサングラスのアイコンは何を表してんだ？まあ、とにかくこの人を雇う。いやー、完璧な従業員軍団。で、新しいウェイターを雇いました。このアイコン。ヘルナンデス大輔は都合のつく最も早いタイミングで初出勤します。ふわっとしてんな。これどうなんだ？オープンっていうボタンあるけど、これいきなり押しちゃさすがにまずいかな。まだ出勤してないもんね、みんな。みんないつ出勤するんだ？雪の城って今どこにいる？ん？雪の、寝てるお店にいる時間長くなりそうだったら、雪の城用の、ねえ、ご飯あげる皿とか、ベッドとか置いてあげようかな、店の中に。オープン押してみようか、試しに。営業中、お、これ大丈夫か？営業中になっちゃったよ。うん、来たぞ来たぞシェフ、お前人間だったんだな。